山岳ハイキングを楽しもうと、ツアーの予約を取ったイッチ。しかし、当日、集合場所には、イッチに嫌がらせをしていた、中学生の頃の同級生が案内人として待ち構えていた。戸惑うイッチだったが、同級生は嫌がらせをしてくることなく、イッチを一人のツアー客として扱ってくれた。だんだんと警戒心が薄れていくイッチだったが、すべては同級生の思惑通り。イッチは同級生の計画により、危険な目に遭うこととなってしまった。山岳ハイキングで置いていかれた私。元山岳救助隊の本気を出した結果、思わぬ形で中学生の時の同級生に会ったんだけど、その人のせいで大変な目に遭ったよ。もしかしたら、命を落としていたかもしれない。同級生のせいで？恨まれてたのか？そんな、怖い話あるわけ。イッチ何かしたの？知らないうちに恨まれていたし、気づいた時には遅かった。うわ、怖。なんで恨まれてたのか気になる。本当に色々あったんだよな。順を追って話していくから、よかったら聞いてほしい。同級生のことはええことするね。ええことは中学生の時に出会った。中学1年生の頃から同じクラスで、出席番号の関係で、席も近いことが多かった。そういうこともあり、比較的早い段階でええことは話すようになった。イッチさん、だっけ？明日提出しないといけない宿題って終わった？私、全然わからなくて、というか、授業ついていけなくてさ。宿題、一応終わったけど、私も全然わからなくてさ。よかったら、一緒に答え合わせしない？したい。宿題を見せ合いっこしたり、一緒に教室を移動したり、割とずっとべったりしていた。何回か二人きりで休日に出かけたこともあった。イッチさんと一緒にいるの楽しい。これからもよろしくね。うん。こちらこそ、よろしくね。正直、栄光頑固だなと感じることも少なくはなかった。それでも、私のことを好いてくれて、友達になってくれたのは嬉しかった。しかし、席が離れたり、それぞれ新しい友達ができ始めたりしたことが重なり、次第に以前のように話すことは、ぐっと減った。当然、遊ぶこともなくなった。ずっと一緒にいたのに、不思議と寂しさを感じることはなかった。そんな生活を送っていると、気づけば中学2年生の冬になっていた。2年生になっても、ええことはクラスは変わらなかった。このまま行けば、3年生も同じクラスだ。相変わらず、あまりええこと話すことはなかった。1年生の頃に仲が良かったのは信じられないほどに。しかし、ある日、突然、A 子が話しかけてくるようになった。だが、その内容は好ましいものではなかった。イッチさんってさ、最近、調子乗ってるよね。いや、そんな驚かれても困るんだけど。調子乗ってるよねって言ってるの。本当にいい加減にしなさいよ。急にそんなこと言われても、あまりにも唐突に言われたため、理解が追いつかなかった。覚えてなさいよ。絶対に後悔させてやるんだから。そう言って、A 子は私の元から去っていった。何も思い当たることがなかったため、周りで見ていた友達に話を聞いてみようとしたが、事情を知る人は誰もいなかった。何？今の？本当に心当たりないんだけど、何か A 子さんの話聞いてたりしてる？いや、知ってたらこんな反応しないでしょ。それもそうか。友達冷静ではろた。うわ、急に言われたの怖すぎるでしょ。他の友達に聞いてみても、結局 A 子が何を思って、あんなことを言ってきたのかわからず。しかし、A 子は私のことはお構いなし。何が起こっているかうまく理解できない間も、私への攻撃的な発言をやめることはなかった。うわ、イッチだ。気持ち悪。近寄んないでよ。そんなこと言わなくてもいいでしょ。ねえ、私何かした？何かしたって、わからないわけ。本当に最低、これだから、あんたのこと嫌いなのよ。いくら考えても思い当たることはなく、何回か A 子に話を聞いてみたこともあった。しかし、A 子は私の問いに答えることはなく、むしろ、何もわからない私がおかしいというばかり。何が嫌なのか教えてくれないのなら、私は改善できず、状況は変わらないままだ。どうにかして、状況を変えなければと思っていると。事情を知っている友達から、有力な情報を聞くことができた。ねえ、A 子のことなんだけどさ、原因、あんたの彼氏らしいよ。彼氏？私には彼氏がいた。名前は B を。付き合い始めたのは、ちょうど A 子から嫌がらせをされるようになった時期。A 子のやつ、B をのことが好きで告白したんだけど、好きな人がいるから振られたって。結局、その好きな人っていうのが、あんたで。付き合ったから、あんなに恨まれるようになったわけ。
そういうことらしい。A 子の友達に聞いたから間違いない。そもそも、私は A 子が B 子のことを好きだったとは知らなかったし。付き合ったからといって、怒りの矛先を私に向けられても困る。そんな、どうしよう。もう、A 子にガツンと言ってやりな。恨まれても困るって。私も一緒に行ってあげるから。わかった、ありがとう。事情を知ることができた私は、友達の助けも借りつつ、A 子にはっきり気持ちを伝えようと決めた。あのさ、A 子さん、ちょっと、話があるんだけど。何？話しかけてこないでほしいんだけど。気持ち悪いから。気持ち悪いとか言わないでよ。B 子の件で怒ってるんでしょ？何？知ってたの。私が B 子のこと好きだったって。てか、それなら、なんで B 子と付き合ったの？ A 子の反応を見ると、友達から聞いた情報は間違っていなかったことが分かった。違う。話を聞いて。そもそも、B 子があんたみたいな女を好きになるのが変なの。絶対、私の方が B 子にはふさわしいんだから。私は何も知らなかったの。A 子さんが B 子のことが好きだったとか、そういう事情は後から全部知って。うるさい。どうせ、それも全部嘘なんでしょ。本当は私が B 子のこと好きだって知ってたんだよね。もう、本当に最低。ちょっと、いい加減にしなさいよ。あんたが辛いのはわかるけど、イッチは悪気があってやったわけじゃないんだよ。てか、そもそも、あんたの事情は知らなかったんだから。悪気はなかったとか、事情を知らなかったとか、そういうの関係ないの。私から B を奪ったのは、あんただっていう事実は変わらない。そう言って、A 子は逃げるようにどこかへ行った。結局、誤解を解くために話しかけたはずなのに、さらに事態はこじれるものとなってしまった。A 子の気持ちもわからなくはないが、こうも頑固に話を聞いてくれないのも悲しい。なんなの？あいつ、全然話聞かないじゃん。なんか、すごい変わっちゃったな。昔、A 子と仲良かったんだっけ？でも、もうつるまない方がいいよ。あんな奴と。つるまないって、まあ、これ以上、私から話しかけるのは違うよね。それ以降、私は A 子に話しかけることはなくなった。話を聞いてくれなかったのは悲しいし、本当は仲直りしたかったが。また、私から話しかけてしまうと、さらにこじれてしまうかもしれない。このまま、関わりを持たない方が、お互いのためにいいのではないだろうかと思っていた。しかし、A 子はそう思ってはいないようだ。私が話しかけてからというものの、以前にも増して嫌がらせをするようになってきた。筆記用具を隠されたり、無視をされたりすることは日常茶飯だった。宿題を破られたり、制服を汚されることもあり、私は疲弊しきっていた。ねえ、本当にやめてって。私を恨んでるのかもしれないけど、やっていいことと悪いことがあるでしょ？は？何？やっていいことと悪いことって。だから、本当に何言ってるかわからない。詳細に説明してよ。まあ、あんたの話なんて聞く気ないけどね。そんな、私がいくらやめてほしいとお願いしても、A 子は聞く耳を持ってくれることはなかった。ねえ、やめなって。あんた、嫉妬してるの？そんなことしてたら、B 子にも迷惑かかるって。どう迷惑かかるの？ B 子の気持ちとかわからないくせに、よく適当なこと言えるわね。A 子は友達の話もろくに聞かず、自分の意見を突き通すばかり。いろいろ変わってしまったと感じた A 子だったが、頑固な部分は変わることはなかった。親や先生に言おうとは思えなかった。大ごとにしたくなかったし、A 子からの報復も怖かった。最初は先生に言おうと提案してくれた友達だったが、私の気持ちをわかってくれたのか。だんだんそのようなことを言ってくる頻度は減っていった。友達には気を使わせてしまったと、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。ちなみに、B 子は違うクラスだったし、特に A 子のことを話していたわけでもないので、私が A 子から、どんな扱いを受けているか知らなかった。約1年後、なんとか A 子からの嫌がらせに耐え、中学校を卒業した。幸い、高校は別だったので、A 子と関わることはなくなった。大ごとにしたくないのはわかるけど、友達はモヤモヤしてたんじゃないかな。まあ、一致も友達には気を使わせていたって自覚してるしいいけど、これが女の嫉妬ってやつ？怖え。仲が良かったはずの A 子から、身勝手な理由で恨まれてしまうこととなった一致。数々の嫌がらせをされ続けたが、一致は決して周りの大人に相談することなく、中学生生活を送ったようだ。やっと A 子と離れられ安堵していた一致だったが、数年後、思わぬ場所で A 子と再会してしまうことになってしまった。15年後。
私は大人の仲間入りをしており、一人の社会人として働き続ける日々を送っていた。仕事自体は楽しくこなせていたが、精神的な疲れが全くないわけではない。そろそろ、旅行でもしたいなと思っていた時、ふと、ネットで山岳ハイキングツアーの広告を見つけた。もともと、体を動かすことは好きだったし、以前は一人で山登りをしていたこともあったため、気分転換にちょうどいいと思い、ツアーに参加することにした。予約の電話をした後、ロッカーにしまっておいた登山道具を引っ張り出すと、錆びてしまっているものや、一目で使えないとわかるものも多かった。少し手間だとは感じたが、それよりも久しぶりの登山を楽しみに感じる気持ちの方が強く、私は再びネットに目を向けた。2ヶ月後のツアー当日、私は一新した道具や装備を身につけ、集合場所へ向かった。思ったよりツアーに参加する人は少なく、ぽつりぽつりとそれっぽい人が数人いるだけだった。受付を済ませ、近くにあったベンチに腰を下ろしたとき、視界に見覚えのある人物の姿が入った。どこかで見たことがあるような。そう思っていると、その人物が私に気づき、ニヤニヤしながら近づいてきた。イッチ、こんなとこで、何してんの？声を聞いた瞬間、すぐ、A子だとわかった。それと同時に、中学生の頃の嫌な思い出が蘇った。A子さん、なんで、ここに？なんでも何も、私ツアーの案内人だし。仕事よ。仕事。そうなんだ。相変わらず、冴えない顔してるのね。マジで気分悪いんだけど。せっかく気分転換のために予約したツアーだったのに、こうなってしまえば話は別だ。相変わらず、A子は心ない言葉をかけてくるばかりで、まだ昔のことを根に持っているようだ。登山が好きという話は聞いたことなかったし、まさか、ここで再会するなんて思ってもみなかった。さすがに、これは予想できないだろ。昔から登山が好きだとか、興味を持っていたとかならともかくさ。最悪じゃん。お金もかかってるし、この後を呼んでやっぱり帰りますなんてできないし。私も一瞬帰ろうかと迷ったけど、やっぱり今さら感が強すぎて、行動に移すことはできなかった。じゃ、今日はよろしくね。A子は気味の悪い笑みを浮かべ、私の元から離れていった。しかし、いざツアーが始まると、A子は私を他のツアー客と同じように接していた。イッチさん、疲れてないですか？はい。大丈夫です。当然、A子を警戒していたため、A子が普通に接してくることに戸惑っていた。しかし、さすがに仕事は真面目にするのかと思い、時間が経つにつれて、だんだん警戒心が薄れていった。少し気になったのは、A 子が私に話しかけてくる頻度だ。他のツアー客と比べて、かなり多かったのだ。その内容は疲れていないかとか、足元が悪いから気をつけてだとか、案内人として普通のものばかりだった。これで、以前のように心ない言葉をかけてくるのなら話は別だが、そういうわけでもない。私は特に気にすることもなく、A 子の話に返事をし続けていた。A 子も疲れたのか、必要以上に話しかけてくることもなくなり、結局、何事もないままツアーは終わりの時間を迎えようとしていた。この小屋で最後の休憩をします。中にどうぞ。A 子に促されるまま、私を含めたツアー客は小屋の中に入っていった。もう少しで終わるんだとぼーっと思いつつ、トイレに行き、休憩スペースに戻ろうとしたとき、急いだ様子の A 子が、私の元にやってきた。イッチ、ちょっと、いい？どうしたの？運営側でトラブルが起こっちゃってさ、休憩時間延びそうなんだよね。あ、そうなんだ。よかったら、あっちの方行って休んでね。他のお客さんが休んでる場所より、静かだし休めるんじゃないかな。A 子が指した方を見ると、そこには数人の登山客と見られる人が集まって休憩している広間があった。でも、みんないる方で休んだ方が良くない？私だけ悪いよ。大丈夫だって。みんな気づかないよ。小屋出るときは、私が呼びに来てあげるからさ。ね。そう。もし、昔の私が似たようなことを A 子に言われても、信じなかっただろう。だが、この時の私には警戒心なんてものはなく、すっかり、A 子の言うことを信じてしまった。わかった。じゃあ、お願いしてもいいかな？うん。任せてよ。私は A 子にお願いをして、教えてもらった広間へ向かった。そこは窓から見える景色も良く、心地いい日差しが入ってくるような場所だった。綺麗だなと思いつつ景色を見ていたのはいいものの、だんだんと眠気が襲ってきてしまい、その場で寝てしまった。A 子が呼びに来てくれるという安心感も、寝てしまった要因の一つだろう。ふと目が覚めると、外は暗くなり始めていた。寝てた。
驚いて、思わず大きな声が出てしまった。すぐに他の登山客の迷惑になってしまったと思い、辺りを見回したが、すでに広間には誰もいなかった。他のフロアを見て回ったが、見覚えのある人たちは誰もいなかった。その時、置いていかれたことを確信した。すぐに眠っていた場所に行き、状況を整理しようと席に座った。すると、視界の端に一枚の付箋が入った。先ほどは焦っていたため、存在に気づけなかったようだ。その付箋には、自力で帰れるかなという旨の文章が書かれていた。ご丁寧に、この文章を書いた本人、A 子の名前も書かれていた。A 子は私を油断させるために、あのような振る舞いをしたのだろう。すべては、私を山に置いていくため。A 子の考えが分かった瞬間、自分の警戒心のなさと、A 子の行動に腹が立ち、大きなため息が出てしまった。しかし、いつまでも、ここでうかうかしてられない。A 子が残した通り、自力で帰ってやる。混乱していたのが嘘かのように、頭の中がすっきりした。私はすぐに荷物を持ち、小屋を出た。小屋は思ったより麓にあったため、すぐに山を下ることができた。私は山の近くにあるコンビニまで歩き、そこで A 子に電話をした。電話番号は中学生の頃に交換したきりなため、繋がるかどうか不安だったが、すぐにコールが聞こえてきた。少し待っていると、コールが切れ、A 子の声が聞こえてきた。もしもし、A 子さん。あら、イッチじゃない。電話をかけてくるっていうことは、無事に山を降りられたのね。まだ、私のこと恨んでたの？何？怒ってるの？そうだけど、私は、まだあんたのことが大嫌い。それで、私を山に置いていったのね。別に良くない？ほら、こうして山から降りられているんだし。今回は大丈夫だったけど、一歩間違ったら取り返しのつかないことになってたんだよ。それは、案内人をしているあなたが、一番わかってることじゃないの？うるさいわね。何よ。さっきから、ごちゃごちゃ。A 子はことの重大さをわかっていないようで、私の質問に答えることはなかった。まともに話を聞こうとしないなら、こちらにも考えがある。というより、最初からこうしてやろうと思っていた。A 子さんの考えていることはよくわかったわ。とりあえず、A 子さんの勤めている会社には、報告させてもらうからね。私の言葉を聞いた途端、A 子の声色が変わった。は？え、そんな。え、私、何も変なこと言ってないでしょ？いや、そんな、大げさだって。大げさじゃないから。ツアー中に案内人に置いていかれましたって会社に報告するのは、むしろ、当たり前のことなんじゃないの？しかも、今回は意図的にでしょ？待って。そんな、意図的にって、証拠でもあるの？あるけど、あなた、ご丁寧に付箋に変なことを書いておいていったじゃない。あ。忘れてたのね。ってことなので、あとは会社の人と話してください。ちょっと。私は A 子の反論を聞かず、そのまま電話を切った。その後、何回か A 子から電話がかかってきたが、当然、電話に出ることはなかった。翌日、私はツアーを予約したサイトから、A 子が勤めているであろう会社を特定し、電話をした。電話に出た男性に事情を話すと謝罪をされた後、後日、A 子を連れて、家に謝罪しに来てくれることとなった。ツアーを予約した際に住所は伝え済みだ。そこまで望んでいたわけではなかったが、A 子を連れてきてくれるのであれば話は別だ。今まで私に散々嫌がらせしてきた A 子が、私にどんな顔をして謝罪するのか見てみたいと思った。一週間後、食器を洗っていると、家のチャイムが鳴った。ごめん。ちょっと、出てくれない。B を。わかったよ。B を。え、結婚したの？実は、私と B をは、あのまま付き合いを続け、無事に結婚するに至った。私が急いで B をの後を追うように玄関へ行くと、そこには A 子と A 子の上司らしき男性が立っていた。すみません。わざわざ、来ていただいて。とんでもございません。この度は、申し訳ございませんでした。男性が頭を下げた横で、A 子もしぶしぶ頭を下げた。A 子は、かなり驚いているようだった。私が出ると思っていたのに、B をが出てきたからだろう。ほら、お前も謝罪せんか。すみません。A 子は戸惑いを隠せないまま、再び頭を下げた。まさか、A 子がそんなことをする人だとは思ってなかったよ。そんな、B を。中学校を卒業した後、一致から、お前の話は全部聞いたよ。ようやく縁が切れたと思ったのに、こんなことになるなんてな。違うの。B を。違うも何もあるか。冗談で済まされないことをしているのがわからないのか。てか、なんで二人は一緒に住んで。なんでも何も、結婚したからよ。
私の名前は伝えてあったはずだけど、名字でわからなかった。確かに名字は違うなって思ったけど、まさか B 男と結婚してるなんて思っていなくて。まさかってどういうことだよ。付き合ってたんだから、可能性が全くないわけではないだろう。B 男は A 子のことを軽蔑した目で見た。そんな。A 子は、何とも言えない表情で私たちを見た後、大きなため息をついてうつむいた。あ、A 子さん。私が遭難すると思って、わざと山に置いて行ったんだろうけど。そんな A 子に追い打ちをかけるように、私は事実を伝えた。私、大学を卒業してから山岳救助隊に入っていたの。え、そんなことしてたのか。なんか、かっこいい。実は、私は大学を卒業した後、少しの間だけ山岳救助隊に入っていた。数年前に辞めてしまったが、それでも知識は忘れていなかった。だから、今回は置いていかれても、正しい判断をしながら山を降りることができたし、大事に至ることもなかった。でも、状況が違えば、私は命を落としていたのかもしれないのよ。そうなっていたら責任は取れるの？それは、取れないでしょ？はい。A 子は、すっかり憔悴しきっていた。本当にすみませんでした。でも、そんな、亡くなってほしいとか考えてなくて。本当に出来心で。出来心だったら、何でもしていいのか。違うだろう。取り返しのつかないことになっていたらと思うと、本当に怖いよ。もう二度と、俺の大事な人を傷つけるな。わかったな。B 男の剣幕にやられ、A 子は言い訳をする気力も失ってしまったようだ。はい、すみません。A 子は小さな声で謝って、再び謝罪をしてきた。正直、この謝罪で許すつもりはないが、これ以上、A 子に何かを求めるつもりもなかった。私は A 子が謝罪をしている姿を、ただただ見つめ続けた。その後、A 子の上司から、A 子に任せきりにしていた自分たちも悪いと、改めて謝罪を受けた。後日、A 子の上司を名乗る男性から、A 子をクビにしたという旨の連絡を受けた。わざわざ連絡してくれるのだと驚いたが、クビにするきっかけの事件の被害者なため、一応報告してくれたとのことだ。これで、A 子の心配をすることなく、ツアーに参加できるようになると思い、ほっと胸を撫で下ろした。私は今、B 男と幸せな生活を送りながら、時々登山のツアーに参加している。散々な目に遭ったのは事実だが、それでも登山が楽しいのは変わりがない。これからも、時間ができれば、様々なツアーに参加したいなと思っている。B を奪われたという身勝手な理由で、一気に嫌がらせを続けた A 子。最終的には、好きだった B 男にも見放され、職も失ってしまったそうだ。もしもあなたの周りに A 子のような身勝手な人がいたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに、2023年の山岳ハイキングで人気な山は、東京都八王子市にある高尾山だそうです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。